どうもごほん。意味不明。改めまして、どうもご本人です。マックだぜ。初手とんでもないルールに巻き込まれてるが大丈夫かと思ったぜ。意外と対応できてるな。夏にチーム戦で遊んだのでその経験が生きています。しかしワニ2匹は荷が重すぎる。ただでさえ苦労しがちな相手だしな。分かりにくされないように立ち回りつつどうにか1対1の状況まで持っていきたい。ワニブラックはガン待ち始めたので鳥のワニホワイトをぶちのめします。プリキュアみたいに言わないでもらえます。どっちかっていうと襲ってくるモンスター側なのかもしれない。ここはガーチャンスかみ。ブラックにパスして協力する気があるか。なさそう。もう完全に割れ感せずって感じだな。一発殴って乱闘に強制参加させるか。それやると最悪両方から攻撃される気がするのよね。確かに。もともと私が得意なのは怠慢ですから2連戦だと思ってこのまま頑張ります。そこ横強なんだな。なるべくブラックの方に飛ばして協力してくれ。アピールは欠かさない。ま、この調子じゃ期待はしない方が良さそうだな。仕方がないのでそろそろ撃墜を狙います。重量級とはいえもう何でも飛ぶんじゃないか。サーキャンウェディあたりがお手軽でしょうね。うまく着地に合わせたい。わーこの仕様どうにかならんないかね。俺ら的には隙をさらしてくれてありがたいんだけどな。この調子で参加してやりましょう。A few moments later. あー、届かないー。ブラック挙句に立てされてて笑う。で、ここからどうなるんですかね。黒いワニ、数発流れ弾食らっただけで本当に動かなかったからな。ワニの親分感ありましたよね。白いのめっちゃお辞儀してるし、ワニ界隈では黒い方が偉いのかもしれん。これはマジでわからん。100巻22回みたいな程度があるのかもしれない。これには衝突対比もにっこり。では気を取り直して2戦目やってまいります。お相手はガノンドロフ。心なしか最近遭遇することが増えてきた気。空下を食らうも弱暴れ。空下から投げに繋ぐおじさんの連携さ。弱で割り込めること多いんだけど、もしかして確定復帰阻止チャンス。序盤今後の話してたのになんでもう撃墜してんだよ。寝てはあるキャラは早期撃墜もザラにあるのは常識でしょうに。どこから突っ込めばいいのかわからん。そんなこんなでスタッフ戦ここ受けにしてないのはわざと。バテリはで受けにしようとして空中回避が出てをダブってのはあるあるだからな。さあ、KO ゲージが溜まりました。これで寝てを狙わずとも早期撃墜ができるんですわ。何も見切れてねえ。動いたのが見えたらその場回避する算段だったのですが、私の反射神経では到底無理でした。ここはどうにかキャッパで返せ。回避すると思ったんです。まあ、レッキで済んだなら安い方だろ。拾った命、大切に話していきます。慎重に立ち回る気が一切感じられない。ストック差がついてお相手焦ってる時は画面見てないグッパが追い打ちになるもんです。ひでえ言い分だぜ。実際こうやって追い詰めてるのでね、リードしてるうちは文句言わせませんよ。逆転された時には手遅れなんだよな。さあ、崖展開。いいえ、基礎展開です。ジョイトを選ばなくなったところに成長を感じる。昔は道連れ大好きでしたからね。あの頃と比べると無謀なプレイは減った気がします。これでストックは3-1。再び KO ゲージが溜まりそうで状況は最高だぜ。これポカポカ補正でもう撃墜できるんじゃなかろうか。そんなにリーチねえよ。やっちまったぜ。でもこれだけ差がついてれば変。大丈夫か。あとは復帰阻止するだけですからね。まだやる気なのかお前。早期撃墜はリトルマックの醍醐味ってよく言うじゃありませんか。それ多分 KO のこと言ってる。ん？何これ。3戦目参ります。お相手はシーク。ここに来て珍しいファイターがやってきましたね。リップのシークとかも差しかいない印象あるから身構えちゃうぜ。大丈夫大丈夫。大抵はいつかこっちの横綱ぶっかに引っかかってぶっ壊せますから。まあそうなりがちなカードだけれども。ん、この方うまくね。お助けください。明日までお待ちください。これあれだ。マジでも下がったみたいなオチだわ。ここから横綱でぶっ壊せそうですか。大丈夫だ、問題ない。あっという間に1さんだぜ。横綱ぶっぱとか言ってる場合じゃないわ。ひとまず横丁で撃墜。だが丸々1ストサだぜ。1ストサなら KO あるからまだぶっ壊せるんだよな。どの道壊すしかないんかい。格上にもワンチャンぶっ壊せるのがマック君というキャラだからね。まあゲージ溜まるまでは堅実に立ち回ります。今横綱となかなかスター気のせいでしょ。さあ崖展開だが、実質アースで復帰してくるしジャンプも高いのでなかなか狩るのが難しい。だが DA の後引きを弱でごまかしてそこそこの火力。これ横綱圏内ではあるん。あのさあ、そうだったこの方そういうのに引っかかりそうもないんだったわ。ここはジャンプでライン回復、と見せかけてたまにはしたから、うまいことフェイントが効いたぜ。二度目の崖展開だが今度はどうなる？いや早すぎ。ダウン連じゃなくて助かったやつ。そして KO 溜まっちゃいました。
次のストックで KO を放しての勝ちを狙ってたので、これは厳しい。このままノーダメで、マジでごめん、これは手癖だわ。当然防がれて流れでゲージも消されてしまうと、おいどうする、このままじゃラストストックに持ち込むことすらできねえぞ。いや、実はこの方にも癖があることには気づいてまして、そこをつけばまだどうにかなります。というと、相手がマック君だからというのもありますが、崖上がりが全部ジャンプ上がりなんですね。ああ、まあ俺が飛ぶとは思わねえもんな。先ほど確信を持てたので、1分よりのジャンプすると、これでお相手も強く、まあ、飼育の横須まで飛ぶわけないし、お前も月水を相手の周りをうろつくってあるんだよな。完全にバレてる横須までしたね。お前が気づいてるならお相手も気づいてるんだなって。飼育さん思ったほど復帰阻止に来なくて助かってます。針と炸裂眼だけ巻いて崖上で待つタイプのようだな。そしてなんだかんだ2度目の KO が溜まりそうです。俺のパーセント的には瀕死だが、飼育の撃墜力を考えると KO 溜まるまでどうにか耐えきれそう。が拒否で気をつけるべきは空落とした今日くらいか。さ、これでダメならもう人生を諦めた。ゴールドタイガーかな？どうなってるんですかこれ。ちょっと優先ルールオフにしてみた。自分でやったんかい。初戦の兄が思いのほか面白かったので、もう一戦くらいやりたくなったもんで。選ばれたルールはチーム戦、ジョーカーが味方にいてお相手は射撃ミートよし。チームアタックないっぽいのでガンガン弾幕を張れる射撃には厄介ですね。一応ジョーカーが反射持ってはいるが、じゃあ射撃は任せて私はヨッシーを狙います。ひるむことなく中へ入って、アーマー発動するたびに画面青くなるのやかましいな。タイマンより大技が刺さりやすいのは楽しいです。ワクチン食らいすぎだろ。ジョーカー見せて当たってるのも気づかなかった。なんか味方のジョーカー強いよな。全然ダメージ受けてないし、こういうの慣れてる感ありますよね。というか優先ルールを踏みするやつの方が難しいだろ。無事に復帰することができつつ、横スマに引っかかって射撃を得意の崖展開が始まる。そうはならんやろ。ナットにやろがい。チームアタックないのに仲間に撃墜されてストックは6を。さらに攻めてリードを広げたいですね。俺の横強とジョーカーの空母が同時に当たり、射撃も撃墜。これでストックは6、4か。6、3ですね。シンプルに味方が強い。これはもうヨッシーを先に撃墜しちゃうべきかな。2対1にすれば一気に勝ちやすくなるが、味方のストックで復活もできるし、無理にヨッシーに固執する必要はないかもな。てかさっきも言ったけど、たまに当たりすぎだろ。違うんす。KO ゲージを貯めてるんす。ゲージ貯まる前に死んじまうって。この位置なら耐えられるからガード解除し。よっしゃ、これで適当にパマせば混戦だし当たるぜ。愉快なパーティーゲームだ。これは仕掛けもあるのでは。あ、射撃が。ああ、ランダムマッチだし勝ちがなくなったら捨てゲーみたいなのもあるのか。ん？待って、起きるなら私も一緒にジョーカー攻めを裏切りやがって。ロッタテはならず。今日のポピー。あれ、ロイって使えたっけ。これでヨネッタの時も言われたんですけど、どうだかが追いついてないだけで、私結構いろんなファイター使えます。言われてみたら80体以上いるのを全部動画にするって無茶だよな。スマブラ新作がいつか出る前には終わらせます。てなわけでお相手はワニ。管理上2回で考えると中堅ポジションですね。この話まだ続いてたのかよ。回避読みの横スマでしたが、なんか噛み合ってストック先行。あと今気づいたけど、ミストですね。お前はちゃんと派だから、お相手のルールが選ばれたんだな。そもそも優先ルールオンに戻すの忘れてたっていう。アホ。さあ、まだコンクリすぎだろ。刺さるのなら強い技をこすり続けるのが対戦ゲームの極意ですからね。飛びすぎで笑う。では今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。コメントも待ってるぜ。